これブラブラウンでしたっけ？これブルックですね。これブルック、はい、ブルックトラウト。ブルックカラーもいいですね。街がある。はい。そうなんですよ。結構街ついてないやつ多くて、すごいこだわってるアメカジのブランドで、はい、すごい高いんです本当に。限界まで。しかもこれヨーロッパミヤマクワガタね。あ、ヨーロッパミヤマ。やっぱ今年からクワガタにすごいハマって、はい、あ、めっちゃ買い始めて。あ、そう。こんにちは。あ、これどういうテイストっていうか、なんかここからパーカーを取って紹介するんだ。これ僕がもう10回ぐらい洗濯した、あの表面がうまいことけばだってヴィンテージっぽくなってきた状態のクワガタと、まあちょっと新品で今年の新生虫みたいなミヤマクワガタのパーカー、こちらになるんですけど、だいぶ風合いが変わるんだね。だいぶ変わります。染め込みというかね、表面ちょっと毛羽立って少し薄く見えるんだけど、ちゃんと中にこう色が残ってるっていう、まあ本当古着で見たことあるようなテイストになるプリントなんですけど、こうなってからの方がかっこいいかなっていう。これはベージュのやつも紺のやつも全部そういう感じ？ね、またちょっと紺のやつはちょっとねプリントの種類がこれ違うんで、これは逆にあの表面にちょっとなんだろうな、ひび割れの顔料みたいな感じになってるんですけど、こんな風には薄くならないです。これはもう本当逆にペタッと残る感じ。へ、うん、それ何、染料というか塗料が違うの？うん、プリントの方法が違うんですよね。クマさんはこんな感じ。まあこれも多少色薄くはなっていくけど、まあ、どっちかというとなり方はこれに近いかな。でもこんな風には薄くならないと思います。こっち元々の生地の色がも白っぽいから。やっぱりなんだかんだクマが人気かな。クワガタのパーカーが2枚、3枚 ?2 枚かな、売れて。他のも売れましたけど、クワガタのパーカーが売れるとなぜかすごく自分が喜んでることに気づかされました。俺が着てるからとかじゃないと思うんだよね。もう、あ、クワガタだってなって、もうあの人たちはその時点でもう決まってた気がする。だいぶ嬉しいクワガタ。あとクワガタ好きのメーカーさんとも知り合って、なんかまた楽しいことになりました。クワガタばっかりになっちゃった。いや、今日はまあ年内最後のイベントってことで、結構ユーザーさんとかお客さんとも話できたし、なんかちょっとギリギリまで迷ったイベントだったから出てよかったですね。あんまりね今年こういうのなかったから、すごい楽しかった、いい締めになったと思います。ってな感じで今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。